いや、もう頑張って。おはようございます。ピャーシャ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 。え？ポケバークイ実況プレイやっていきましょう。よろしくお願いします。お疲れ様です。すごい。前回はね、やっぱグレイシア可愛い可愛いして、イケメンの子と話し合って、ヒルヤからライン教えてもらって、ね、熱動してるけど。グレイ。可愛い可愛い。じゃあ、みなこさんどこ行ってみましょうか。みさん。雪の家にいるんだよね、多分。鎌倉のとこに。あ、そうなんですよ。ん？なんか、前回みなこさんがさ、うん。ぽったいし、使用したから、言ってたね、もう一回やってくね、みたいなことしたやん。ぽったいし。もう一回ぽったいしくんと、バトルしようかなと思って。ほっと！ほっとやるやろ。ほっとカーキ止めろ、無理だよ。おい、友達が。あ、当たった。めちゃめちゃ。いや、危ないよ。ああ、勝つした。飛べ。くそ、謎の亀目。さて、こう高すか落ちたら死んじゃうからね。まちゃいけるよ。おっと。いや、しかし。ムッシュール、壁としてはあんま、機能しなかったな。そうね。ゼニー、画面がゼニー。やだ。このエリア隠れんもないね。隠れるとこないかもしれないけど。ガース怒った何で怒った？怒ってお友達なのにまだまだよのまだまだよの諦めない精神いいな。あ、通ってくれたのに。すまねえ。逃げるんだよ。危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。あ、意外と、短かったな。めんどこう。目の子う。目の。え？湖を凍らせてほしいって？簡単よ。早速始めましょう。目の。凍らせたいのはこの湖ね。始めろよ。てか別に雪目の子じゃなくても、氷タイプいっぱいいるんだから。ね、鬼ごっこできないの？まあなんか、それだけなんか、雪目の子が格上とかそういうことなのかな。かな。ありがとう、ありがとう。笑顔、かわいいね。笑ってる、生き物くん。目の。当たってくるけど。ぶつかるってことか。そういえば、君まだ、親友じゃなかったね。目の。これでアイアンテールが必要とかあるかな？ありそうじゃなんだけど。あ、イベントだ。
来たよ。届かない。痛い。見えない。残念。地味に10万ボルトのクールタイム忘れてた。親友。おお、つけめ。ちなみに鬼おじさんバトルできたよ。鬼。あ、めえ。友達になっちゃった。マジないんだ。手伝ってやったのに。ねえ、作った時点で友達になってほしかった。ねえ、ミッパーでこんな友達になったの。違うんです。とどめだ。おお、何が？待って。なんで？お、なるほど。なんでリンゴを勝つのよ。怖。怖。バトル中に横切ったのが悪いのに。マジ空気もいいな、あいつ。そっか、あいつも怒るんだ。知りません、僕じゃないです。逃げた。あいつ気づいてねえぞ。あ、わかった。お、痛い。なんてことするんだよ。夢。ほんと困っちゃうよな、奥さん、あいつ。急に怒り出して。話しかけてみようぜよ。やべ、怖っ。はい、さあ。ゆめ。なんで。めぇ。お前、後ろから攻撃とか、それでも。戦士かよ。泉は多分忙しいの、騙しないで。マンムを助けないと。一応見たね。怖いな、割れそうだな。ピカチュウ下流から平気でしょ。大丈夫か。マンムあ、お、これはヤンテールいらねえわ。おぉ。割とあっさりだったな。マム。生きてる？やっぱマムいいよな。ね。復活した。何世紀ぶり？はっはっは、助かったぞ、ありがとうな。何エンペルトが門を掘らせて閉じこもってる？よし、俺に任せろ。あんなもん耐えてれば一発さ。何爆弾。めちゃくちゃあっさりしててくさ。エンペルトはこの先にいるとしっかりな。ん？俺を殺しにしたエンペルトは怒ってないのかって？ははは、見抜いてもらっちゃ困る。俺には俺のエンペルトのエンペルトの、それぞれの考えがある。それだけのことさ。ヒュー、体だけじゃなくて器もでっかいぜ。お、いいよ、やってやろう。いないぞ。あ、そっちに、ウリム知らないね、ウリム。近っ？うわぁ、ずるいぞ、お前。近い。あ、そっか。そういえば、このゲーム、ちゃんとタイプアンチあるんだった。ああ、あるんだ。こうやって地面タイプだから、しっかりなってた。なるほど。そういえば、ドダイドスさんに聞かなかったわ。あ、そうね。普通に忘れてた。マンムどこ？マンムも帰ってたかな、洞窟に。マンムも地守ると聞かないから完全なた、あー、なるほど。このためのアイアンテールか。なるほど。
でもな、今から行くのめんどくせえんだよな。めんどくせえな。アイアンテール。アイアンテール。まあまあいる、あ、いた。お前、お前がそこで言うと怖いんだけど。怖いそうで、重さで。でけえ、マンモ。不思議まで野放しなのと仲直りしてほしいんだが、俺がそう言ったら効率的にされちまった。俺言い方が悪かったのかな、お前からも言ってくれないか。かわいいね、マンモ。でっか。マンモのキツ。体当たりだけってきついな。うわぁ、体が多いですかも。そうね、それだしね。ここじゃない。楽勝じゃん。勝ったんだ。勝ったんだ。さあ、お前やるじゃないか。なんとも言うけど、友達になろう。マムおじいちゃん。あ、タイムペルトだけか。あ、動くしてる。動くしてる。俺も仲間に入れてる。怒ってない。やべ、なんかこの気まずい感じ。あ、動くしてたのに。怒んなって。怒んなって。怒ってないのかな、もしかして。怒ってないと思うよ。親友になりたいな。あ、もしかするとね、なんかアトラクションでもただの友達よりも親友の方がなんかボーナス出るみたいなのかもしれないし。確かに。今のところでも俺を使ってくれって言ってたもんね。そう、今のところエンペルトさんのアトラクションの最有力候補お前だからさ。村っ気野郎がよ。で、次はマンモンって。Here we go. てか、なんか勝手になんか2回目。うわ、ゲージやば。勝手になんか2回目勝ったら死ぬと思ってたけど、確信しなかったな。うわぁ、私が飛ぶと。やったね。
これお前親友やった。友達やっね。まあまんまと友達だったから挑むのはいいかな。じゃあエンペルトのおじきに会いに行くか。おじきに会いに行こう。どいてどいて。バカ。え、なんだ。おお。なんでなんで怒ったの。おお。意味わかんない。やられたらやり返すぞ俺は。怒ってんの。あ、匂いだ。お前無関係なことになったことするんだ。すげえな、こいつ。こいつ、あ、陳列したかった。もうちょっと近く行ったらよかったな。こう、ギリギリのタイミングで。ごめん、あっちだ。行きましょう。飲み出しとく？しとくか。ね、よく考えたらね、ほったいしても死になったしな。うん。近いんだよ。はい、俺の勝ち。何で負けたのか、試合までに考えてくださいね。ウニムいないのかな。ね、ウニムね、友達になりたいよね。ね。木の実があと、あれだな、1700個死んだ。ああ、なんで？あの、怒り猿と、ああ、そうかそうか。あの、なんだっけ。ビギーダル？うん。彼中一回ずつ習っといて、で、エレビューから1000払って、ジノモゴルドの動き教えてもらいたい。そうね。行く行く行く。あ。